俺さ、種自由の映画はもうちょっとひどいものになると思ってたんだけど、なんだこれ、ガンダムシードファンが見たかったもの全部詰まってましたと思います。ということでガンダムシードフリーダムを見てきたので、ある程度の抑えめの感想を語ろうかなと思います。いやマジで良かったです。まあ、この映画に関しては本当に最速上映でちゃんとネタバレ抜きで見れた人が、まあ、一番幸せだったんじゃないかなと思います。まあ、それだけサプライズに満ちてもいるし、まあ、ちゃんとキラとシンとアスランと、まあ、みんなの話としても結構綺麗にまとまってたから、いや綺麗っていうかはすごく勢いのあるパワーのあるフィルムだったかなと思いますよ。なのでまあできればネタバレ抜きで語っていきたいと思うんだけど、やっぱこの辺、まあ、どういうところが良かったのかという話をしていきたいかなと思います。まずシンが良かったね。まあシンは結構試しの頃にひどい扱いではあったんだけど、まあなんかね、割とヤマト隊長にめっちゃ懐いてんだよあいつ。まあこれが本当に良くて、まあちゃんと後輩キャラもしてたし、まあアスラに対してはいろいろと思うところはあるんだけど、まあなんだかんだキラとはすごくうまくやれてるなっていうのは良かったと思うし、まあちゃんとルナともイチャイチャしてるし、やっぱ前にデスティニーに乗ってた頃はまあいろいろと迷いがあったんだけど、まあ今回の映画は結構その辺の迷いとか吹っ切れてるから、まあちゃんと強かったんだよシンね。やっぱマークデスティニーなんじゃないですかねあれ。やっぱスパロボでファフナーとブレイバーンとクロスオーバーしてほしいですねシン。まあ、次にアスランも良かったです。まあ、こいつに関してはあまり深く語りたくないんだけど、まあサプライズアスランでしたね。ただアスランが、まあ、キラとシンを助けに来てから本当に一気に盛り上がってきてるんですよね。まあシンは完全にもうアスランよりもうヤマト隊長に乗り換えてんだけど、まあそこら辺も含めてまあすごいいいクオリカでしたね。ただアスランに関しては本当にMVP と言えるほど活躍してるし、まあ、こいつはマジでいいキャラしてました。まあ、ちょっとネタバレ探すと出てくると思うんだけど、まあ、アスランの登場モビルスーツの戦闘は、まあ、旧式も、まあ、ジャスティスも、やっぱみんなグリグリ動いてましたね。まあ、とにかく全体的にみんな動いてますね、今回。まあ、これを見れるだけで本当に、まあ、20年待ってよかったなと思いますよ。あと、まあ、キラも良かったですね。まあ、キラに関しては、まあ、クルーゼだけじゃなくて、まあ、デュランダル議長を、否定したことに対して、まあ、結構引きずってる部分もあるし、やっぱ、コズミックイラって構想ばっかやってるから、まあ、デスティニープランも、まあ、一つの方法論だったんじゃないかなと悩むところも書かれてたし、まあ、やっぱ、シンとの距離感も、まあ、結構良かったし、まあ、なんだかんだやっぱこう、まあ、キラーに対してアスランが、ぐいぐいいけるっていうのも、まあ、すごく良かったし、もう、キラ楽も良かったし、あれ、もともとガンダムシード映画って、諸沢千明さんが、ちゃんと脚本の大まかな部分作ってて、まあ、そこら辺結構、キャスティングにも、まあ、諸沢さんの姿いるんだけど、まあ、キラ楽、まあ、アスカが、まあ、アスカがなんだけど、で、あと、まあ、新ルナも、まあ、桑島のり子さんの、まあ、新キャラの子も、あと、今回のラスボスになるやつも、割と地上のもつれみたいなものも結構あるんだけど、まあ、ここら辺の距離感みたいなものって、まあ、確かに諸沢さんの感覚かなと思うんだけど、まあ、時代の流れみたいなものもあるんじゃないかなと思います。まあ、どちらかといえばやっぱりこれ、諸沢さんが多分、まあ、原型を残したものをブラッシュアップして、まあ、みんなを認めさせてっていう、そういう、まあ、なんだろうな、まあ、レクイエムみたいな話だと思ってるから、まあ、愛の話だと思いますよ。まあ、これに関しては、まあ、20年待たされたっていうのもあるんだけど、まあ、20年待った分だけ、その分、まあ、戦闘シーンとかも余裕もあるし、まあ、CG 技術も進歩してるしっていう感じで、やっぱいいね、あと、やっぱさ、福田光雄監督さ、勇者シリーズの人だなって思った。割とブレイバーンとノリが結構似てるんだよ。まあ、こういう発想で来るか、みたいな、そういうサプライズ理論みたいな。まあ、それはそれとして、やっぱりコズミックイラって、まあ、ほんとどうしようもない世界になってちゃってるんだけど、キラもシンも、まあ、できれば多くの人、一般人を守りたいっていう、まあ、そこら辺の姿や葛藤っていうのは、まあ、コンパスで書かれてるなと思ったし、まあ、散々こすられたテロリストって言われてる、あの辺の流れも、まあ、うまく板についてんだと思ったし、あとそうそう、イザークとディアッカもいいね。ちなみに、司法もちゃんといるから安心してください。まあ、そうそう、あとまあ、まあ、デュランダル議長がデスティニープランをやってっていう、まあ、そこら辺の、あれこれも、まあ、結構回収されてるかなと思った。まあ、今回引き継いでくるファウンデーションの連中が、まあ、ぶっちゃけデスニープランを使ってくるんだけど、まあ、かなり過激な方法で反発意見を押し込めてるっていう、そういう側面もあるから、
まあ、デスニープラン自体も、まあ、選別戦の亜種にしかなってないみたいなところもあるし、まあ、純粋に、まあ、絶望的な状況をひっくり返すっていう、そこら辺のカタルシスみたいなものっていうのは、やっぱシードシリーズの魅力かなと思ったし、ああ、そうそう、うん。まあ、今回のフリーダムめっちゃ良かった、うん。まあ、ライジングフリーダムも、まあ、ぶっちゃけリガ勢みたいな扱いだったんだけど、まあ、冒頭の戦闘シーンでも結構活躍するし、まあ、ストライク時代の泥臭い戦い方っていうのが、まあ、今回の、まあ、ライフルにも、まあ、あれに対しても色々と思うんですよ、うん。まあ、今回のキラはすごく泥臭くて、まあ、良い意味で、なんか無印種の頃の、まあ、キラに立ち戻った感じがあった上で、まあ、シントもまあ、うまくやれてるし、まあ、ラクスとの関係どうなっていくのかみたいなところもあるから、まあ、今回のフリーダムはめっちゃ良かったですね、うん。まあ、一つ一つ語っていくと長くなるんだけど、あんまり語りすぎるのもあれだから、うん。まあ、シンが最初何に乗ってるのかっていうのは、まあ、実はよく知らないまま見に行ってたので、まあ、結構笑いましたけど。まあ、デスティニーにはちゃんと乗りますよ、あいつ。まあ、そんだけです。そうやって言った方が多分、興味出る人いると思うので、スパロボ UX のマークデスティニーですね、うん。あとはまあ、制作協力にサンライズビヨンドがいるのはちょっと、まあ、結果的に笑いましたけど、まあ、ハワラ監督も結構、まあ、良い仕事はしてたと思います。多分、これがサンライズビヨンド最後の仕事になるのかなと思うと、まあ、良かったんじゃないですかね。うん。間違いなく評価は高い作品だし、まあ、種になって帰っていくという、うん。まあ、僕らは種をまいていくしかないと。いや、最後になりましたが、もう、感謝ですね。うん。まあ、福田監督にも感謝してますし、おそらく脚本のディティールにも諸沢さんの、まあ、作家性みたいなものって絶対、まあ、出てるし、まあ、それが十分に発揮されてる映画だったから、まあ、それも含めても感謝です。もう20年という歳月と、まあ、CG の技術にも感謝ですし、まあ、キャストの皆さんにも感謝です。本当にありがとうございました。